スタートから4コーナー回って直線向いても冷静には見てたんですけど、本当に最後の最後はちょっと感情を抑えられなくて、ちょっと恥ずかしいところを見せてしまって、世界中に知れ渡ってしまったっていうところですけど、やっぱりサウジのああいったダートも含めて芝もダートコースもやっぱり普段我々がこう日本でトライしている芝ダートの雰囲気に非常に近しいものがあったので、あ、なるほどなっていうような感じがしてます。それはオーソリティについてももちろん強く感じるところでもありますね。